モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント、はい、いよいよ今度の日曜日、このモーニングジャムはくす町にあるパラディッソ大分で夏祭り開催いたします、はい、朝11時からっていうことなんですが、うん、そのキャンプ場のパラディッソ大分、実はレストランもありまして、でそれがアジュールルナーっていうレストランなんですね、ランチコースが楽しめるくすまいのハンバーグなんて最高ですよ。食べたい。私YouTube でね、行って食べてるところがあるんで、皆さん中島浩二くす町で検索かけていただければ、どんなランチコースかなっていうのが分かると思います、はい、その締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり、めちゃくちゃ好評でね、で美味しいんで、自宅でも楽しんでもらおうということで、これ6食セットが出ました。それを皆さんにプレゼントしてるっていうことです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、じゃあね、今日はそうだな、こちら女性の方からいただいたおもろい家族紹介することにしましょう。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日の出来事の前に、現在私は朝風呂に入ってメガシャキで仕事に臨む日々、夜はヨガマットを敷いてリビングの床に雑魚寝するちょっと変わった生活をしています。そんな私に起こった悲劇です。昨日の夜疲れ切った私はいつも通りリビングの床にバタンキューで夢の中へ。夢を見るか見ないかの瀬戸際、なんだか足に違和感が、そこで本能が働いて目がパチッ、恐る恐る足を見てみたら、すねには見たことがある形のものがうごめいている。カサ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 、マジですか。嘘でしょ。いやーと叫ぼうとした瞬間、ふと目に入った時計は夜中の2時半を指している。叫べない。でも足はカサ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 です。人間、叫べない限界を超えると吐き気がこみ上げてくるんですね。うえうえとなりながら足をふりふり、でも離れてくれない。最後の一振りでなんとか足から離れた。それはカサカサカサとソファーの方へ逃げていって、そのソファーには自分の部屋を娘に奪われた哀れな旦那が寝ている。声を出さずに旦那を揺さぶると、いつもだったら朝まで爆睡して起きない人が珍しく目を覚ましてくれました。そして寝ぼけているのか、ティッシュちょうだい、もっとたくさんとティッシュを手に取った瞬間、隠れていた G に向かってガバッとつかみかかったんです。見事に捕まえた G をビニール袋に入れたら、またすごい勇敢で頼もしい一面を見て少し惚れ直したのは言うまでもありませんが、いつもは G を見つけたら私にどうにかせえという旦那、寝ぼけていたらできるんかいと心の中で突っ込んで、足にもしゃもしゃ感を残しながら私も眠りにつきました。しかし異常気象のせいか、今年は G が異常に繁殖しているような気がします。家以外でもちょこちょこ目にする機会が増えました。中地たちもご注意をというね。何ですか。家の周りでも見ますよね。知らない。見るんですよ。今年いるなって。そしたらトーンと踏んであげて仮死状態にして、ティッシュの中にくるんで、小浜ちゃん、はいこれプレゼントと。何ですか。カサカサカサ。これ実話ですからね。やったことあることですからね。実際にやりましたから、この人このスタジオにいたんですよ。中島さんがお菓子くれるの珍しいなと。お菓子くれるの珍しい。 ありがとうございます。ティッシュ開こうとしたら開いた瞬間に仮死状態から目覚めるというね。カサ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 、最悪ですよ。トラウマトラウマ。
マあのなトラウマはそういう使い方じゃないからトラウマっていうのはもっと違うことですさあそれからね、こちら美佐子さんですね。中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。毎日暑いですね。今日は午前中セミナーに行くつもりで休みを取っていたんですが台風のせいで延期になりました。ってことで家でモーニングジャム聞きながらダラダラしています。ついでにメッセージいたしました。世の女性 G が嫌いだと思いますがあいつら招きもしないのにどこからともなくやってくるんですよね。また G の話ですか君が好きだろうな。嫌いですよ一周回ってみたいなことはないですか。ありませんよ。大嫌いですそうですか。世の女性は G が嫌いだと思いますがあいつらは招きもしないのにどこからともなくやってきますよね。本当だよ私も家に来てほしくないので窓とかドアの開けっぱなし、排水口には注意しています。台所、お風呂、洗濯機の排水口には目の細かい網フィルターをかぶせて侵入を阻止、台所阻止。でもやっぱりどこからともなくちっちゃい茶羽根 G がもう茶羽根 G っていうここじゃもう G っていう必要ありますか。ちっちゃい茶羽根 G がこんにちはとやってきます。どこから入ってくると質問しながらシーッと退治。そんな G との攻防の日々。ある日流し台の排水口の掃除をしていた時のこと、金属のカゴを引き抜いた瞬間に全長5センチぐらいの大和 G が怖い怖い、トラップをかいくぐって流し台にカサ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 と上がってきたんです。若干動きが鈍くじっとしている時間が長かったせいで急いで殺虫剤を持ってきてシューッとやってやりました。そこから来るのかとちょっとびっくりしてしまって、それ以来流し台の排水口を掃除するときはドキドキしています。大和 G は水にずっと浸かっていたからなのかお腹と足の周りがふやけたような薄茶色でした。 G って泳ぐんですか。中地教えてくださいG が嫌いな皆さん排水口にも気をつけてくださいね。以上です。キャップすごいね。え、今年の夏はその、やっぱ多い。いや見ますよ。あ、そうなの。ベランダに出してたゴミ袋の中にいたんですよ。ゴミ捨てようと思ってゴミの袋を縛ろうとしたら袋の中でカサカサカサ。いや、そこはもう大好物な場所でしょ。どう考えても。いや、そうなんですけど。そうなんですよ。大好物な場所でしょ。大好物な場所なんですよ。もう。いや、どうですか。あの、なんかほらこれ置いときゃ半年一年見ないですよっていう、はい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 、あれありますね、うんうん、あれ置いて、うん、もう一切見ない。あ、そうですか、はい、あれ効き目すごいなっていつも思う。 あれ置いてる俺で忘れないように1年ちゃんと、だいたい6月なんですよ。さすがですね毎年6月にはちゃんと交換してるわけですね。交換してます12個素晴らしい。置いた場所も忘れないように。さすが。意外とね12個ってね置いた場所忘れるんですよ。忘れます忘れます忘れるんですよ。わかります。それだからここに、だからだいたいやっぱ通り道と言われるところを12箇所決めて、ここって決めて私は置いてますから。きちんとしてるな嫌いなのにきちんとしてないんだな。いや、そうね、分かんなくなるんですよそういうの本当に。そうですか。以上、おもろい家族のコーナーでした。モーニングジャム